うん、かっこ、ああ、これ、不良品ですね。ジャンクスタイル。とりあえずね、もうやばいっすね。やばいね。ジャンクスタイルです。もう今日月末近いんですけど、3月30日ですか？これな、これ、みんな送った？やべえ、これ、明日まで当日消し有効だから、明日ね、うちの近所の郵便局閉まってるから、ちょっと、遠くまで行っても、祝日は午前中しか空いてないんですよね。なので、今日の夜のうちに出しとかなくちゃいけないんですけど、何も用意してないですね。みんな出した？出した？え、はがきって今いくら？ それさえ知らんのやが。まあ、とりあえず、動画撮影終わって公開したら、もう、急いで準備しましょうかね。というわけで、今回は というわけで、ホットウィールとマッチボックスの発売日だったんですけど、まあ、すごいね。えらいこっちゃ。月末に慌てて数字作ってる営業マン並みに点数がすごかったね。決算時かな？年度末なのかな？わからんけど、すごい数出てましたね。と、その前にですよ。九州の民に朗報です。っていうか、全国的にかな？わかんないけど、これとこれ。モンスタータッグ、今月の麻生となんですけど、まあ、人気の車種ですね。こちら、ビッグフットと、ピザコー、ボンシェイカー。これね、買えたんですよ。っていうのが、いつだっけな？いつだっけな？思い出せ。26日から、違う、からっていうか26日に、イオンの方に、入荷してますよっていうふうに教えていただいて、で、これがね、全国的なのか、イオン九州だけなのか、福岡だけなのか、ちょっとわかんなかったんですけど、とりあえず私行ってみたらね、3ケース入荷してましたね、このアソートの分が、今月の。他にもね、2パックと8パック以外は、すごい出た時あったじゃないですか、3月第2週かな。の時出たやつが、ほぼほぼ入ってたっていうね。で、皆さん気づいてないので、私、とりあえず分かってるのがイオン3件分なんですけど、3件分、ほぼほぼ手つかず入荷してるんで、イオンさんね、だいたい入荷しないんですよね。私たちの地域って、福岡のイオン、もう知らんけど、北九州地区方面のイオン、全然入らないんですけど、なのに入ったっていうね。なんか先週の土曜日はそうだ、私イオン限定トミカ買いに行ったから、まあ、ウルトラホットもあるかなとか、まあ、ないだろうけどっていう感じで行ったけど、その時はなかったんですけど、26日、だから火曜日だね。火曜日行ってイオンさん売り出しとかね、やるんで、入荷になる時あるんですけど、それにしてもすごい で、3ケース手つかずだったんで、まあ、ちょっとこれぐらい増車させてくださいね。私も。今月のアソートに関しては、バースデーさん入荷なってないんで、何もね、増やせてないんです。で、全部、ね、ブリバリしたものしかないんで、これとこれね、くらいはもうちょっと未開封で欲しいなっていうところですね。しどろもどろですが。で、ラインナップこんな感じなんですけど、ケース買いしたので、まあ、一通りはあるんですけど、まあね、例えば、ウニモグとか、猫のやつとか、もう一台ずつぐらいあってもいいかなとか思ったけどさ、思ったけど、イオンさん高いのよね。ほぼほぼ1000円なんで、ちょっと無理だなっていう感じで、まあ、このね、2種だけ増車させていただいておりますので、いいじゃろ、たまには。たまにはいいじゃろ。どうなんですかね、他の九州の方にもお声かけしたけど、ちょっとイオンが遠くてとかそういう方ばっかで確認できなかったんです。で、九州以外の方にも聞いてみたけど、いや、入ってなかったねとかいう方が多いんで、ちょっとね、状況がよくわからないけど、とりあえず、福岡方面、福岡は入ってたんで、行ってみてはいかがですかね。ちなみに、この動画が何時ぐらいにアップできてるかわかんないけど、30日は5%オフらしいんで、どうすかね。私ね、ちょっと30日じゃなくて、29日に買ったからね、しくったと思ったけど、まあいいや、しょうがない。高いっすね、イオンさんね。うん。ベーシック感も高いしね。いくらだっけ？ 385 円かなとかするんで。なかなかね、厳しいっすね。イオンさんで、ホットイール買うのも。って感じで、ちょっと今日の新入荷とは違うんですけど、オンサートラック、イオンさんの方に入荷してるところもあるかもしれないということですね。なので、まあ、行ってみるか、聞いてみるかした方がいいよ。で、もしやってなくて、なんだよ、ジャンクって思われても嫌だしね。まあ、ダメ元でねっていう感じですね。とりあえず、
モンスタードラッグ入荷になってますよ。これもね、今日の発売とは関係ないんですけど、先週あたりから、なんだ、トイザラスさんの方に入ってるみたいで、で、私今日2件ね、トイザラスさんに行って、2件目はもうフルコンプできるような感じだったんですけど、若干高いんですよね、トイザラスさんのマジョレット。510数円だったんですけど、ポイントがあったんで、それで、まあ買えるやと思って、とりあえず1台、確保してきました。まあこれ私好きなんでね、ずっと集めてるんで、空張りを。他のやつも買おうかなと思ったけど、ちょっとね、10種類でしょ ?5000 円でしょ、ちょっと今日は無理やんなーって感じですね。じゃあ新発売の方、どんどん見ていきましょう。ここまでが長いよな。で、朝一はトイザラスさんの方に行きまして、今日は、ブールバードと、エキゾチックエンビーとグランツーリスモですね、ホットイルは。で、マッチボックスは、ベーシックカーとムービングパーツだったんですけど、まあ、とりあえずブールバードこれ買ってきました。LB スーパーシルエット、日産シルビア S1 号。これ持ってるんですけど、先行でね、入手させていただいたというか、買ってきてもらったんで、持ってるんですけど、サイン入りなんで、ね、ちょっと開けれないんで、ちょっとね、増車はね、させていただきました。私がいたトイザースさん10個入荷だったかな。かっこいい。ああ、これ、不良品ですね。R35 は、入ってますね。なんだ。開けれないですね、これもね。とりあえずね、不良品ね、2個入ってた。だから10個中2個入ってたんで、私が1番だったらね、2番手の方とね、こちらの方買ってきております。で、ノーマルの開封用がないからさ。まあ、ノーマルっていうかね、普通のやつ、ちゃんとシルビアが入ってるやつがなかったんで、これ、山田電機さんの方に入荷なってたんで買ってきてますね。792円、トイザラスさんが799円だったかな。なんで7円安いのか。トイザラスさんはでも300円クーポンなんかあったんですけど、それももう明日までで終わりなんでね、なかなかね、なかなかね。また山田電機さんもね、入ったり入らなかったりなんでね、確定しないんですよね。やっぱ見間違えるかな、これな。これはまあ開封したいと思いますんでね。で、ブールバード以上です。アマゾンに頼んでて、アマゾンが結構値崩れしてたんですよね。なので、そのままっていうか、アマゾンさんに頼んでるんですけど、まだね、届いてないんで、アマゾンのやつも不良品だったらどうしましょうかね。で、エキゾチックエンビーですね。こちら買ってきてます。BMW M1 プロカーですね。ラインナップこれで、このポルシェがね、あと6月に伸びてるんで4車種だったんですけど、すいません、これしか買わなかったですね。まあいつでも買えるかなみたいな、今日だってすごい出たからね、ちょっと申し訳ないですけど、値崩れするかな、もしかしたら。なんでちょっとそれ狙ってます。これは買ってるけど、でもすごいお店でも残ってますね。いろんなお店、まあちょこちょこっと回ったんですけど、今日結構残ってるね。下手したら、なんだろう、全然売れてない車種なんかもありましたね。やっぱ、この3車種は結構残ってた。売れてない車種がどれだったか覚えてないけど、これはね、ちょっと減ってたかなっていう。全体的にエキゾチックエンビーはほとんど売れてないですね。ブルーバードの、これはね、売れてたけど、MBK 版もやっぱ、アド版だけど売れてなかったりとか、あとのものもほとんど売れてなかったっすね。あとホットイールで言えばグランツーリスモのアソートなんですけど、これちら結構売れてましたね。20トヨタ GR スープラ。あれ？これシャシ鉄？プラかと思った。重いっすね。ちょっと、あれで、鉄かな？プラかと思ったけど、鉄っぽい？ちょっとこれアソートに1っていうか箱に1なんで、あとなんだっけ、R35 ね、R35。2017日産 GT-R R35 が箱に1しか入ってないんで、私がいたトイザラスさんは2ケース入荷だったんで、これは2しかないんですよね、1店舗に。なので、とりあえずこれね、買わせていただきました。他の分に関しては、Amazon でね、予約してるんですけど、まだ届いてないからね、どうしようもないっていうね。ここに1の分はね、やっぱ、買わせてくれ、頼む。ごめんなさい、ごめんなさい。どうせお前1台来るじゃんって思われるかもしれないけど、ね、まあまあ、でもテーマはそうだけど、そもそもね、なんだろうな、5車種しかないんだから、かけ2にしてね、
未開封で飾りたいんですけどね、これもね。これかっこいいよ、でもね。ちょっとあれっぽいけどね。なんか前に似たような感じで出たけど。鉄かな？鉄っぽいね。んで、マッチボックスのベーシックカーですね。こんな感じで買ってます。今月初登場カラーとか、まあ、新車とかを中心にね、買ってきたんですけど、よく考えたらさ、これ2019フィアト500ターボ。これ、来月入らないね。で、今月の新色なんで、ニューカラーなんですけど、ね、今月しか買えないんで、ちょっと優先順位上げなきゃなって感じで、すね。ですね。あ、で、これとこれが新車か。あ、で、これ無事に買いました。前回分買えなかったんで。前回分青ですね。青、教えていただいたみんなに。って感じで、一通り買えたかなと思わせて、あ、でもそうだ、いつもお世話になってる中学生の子が今日お友達と来てて、なのでね、手伝ってもらったんですよね。不正だね、不正。一人一個ずつ取ってループなんですけど、買収した、チェーンインポーツのスカイラインあげるから、つって、買収して取ってもらっての結果なんですけど、そうじゃなかったらこんなには揃わなかったですね。でも、それでも、今日ちょっと人が多くて、あ、一ケース入荷だったんですよね。で、なんだっけ、メルセデスの AMG SL63 かな。あれがちょっとね、手に入らなかったんですよね。まあ、来月入るからいいかなと思いつつ、なんかね、一つ手に入らなかったのが気持ち悪くて、他のお店とかも行ったけど、ちょっと無理でしたね。来月なんとか手に入ればなーって。まあ、でもそもそも、まあ、コンプブースはね、やめようかなと思ったけど、あれはかっこいいよね。で、C 店のトラックもいい感じなんでね。またね、いずれね。はい。んで、マッチボックスで言えば、ムービングパーツですね。こちらも出てて。全部で何車種 ?6 車種かな出てて、半分の3車種。もうちょっと今回はね、パスしようかな、ごめんなさいしようかなと思ったけど、見てたらやっぱこれいいなと思って買っちゃいましたね。ムービングパーツは結構入ってたんで、結構入ってた。2ケース入ってたんで、コンプしようと思えばできたけど、まあ、ちょっと控えましたね。でも、3つ買うんだったら、あと3つ買ってコンプしろよってね、感じなんですけど。これ、色綺麗。これかっこいいな。あ、ちょっとチップある。あ、見て買え。あ、大丈夫だ。なんか剥き出しになってるから評判悪いですね、やっぱね。あと、このパッケージになって、ちょっと嫌だっていう言われてましたね。私もちょっと嫌ですね。これ、かさばるしね。なんでブリスタートも、これやっぱ剥き出しって嫌だよね。ほんとね。コメントでもよく聞くけどさ、ちょっと嫌だね。で、あ、どなたでしたっけ？あ、サイキングさんがツイートっていうか、ポストか、されてらっしゃったんですけど、何チェイスあったの今回。私知らないっていうか、で、お前のことだから、いつもチェイスとかあったら、秘匿すんじゃん、隠すじゃん、とか言われるかもしれないけど、本当に今回知らなかったんですよ。ただ、ゲット報告も上がってないから、あったんすかね。ほんと、サイキングさんだよね、多分。何度かこう、やりとりさせていただいたことあると思うけど、サイキングさんだよね、あげてらっしゃったんですけどね。なんだっけ、2種類ぐらいチェイスがあるとかっていうお話でしたけど、皆さん見ました？なんかあったよという方いたらね、教えてくださいね。てな感じなんですけど、今日どうしよっか。購入品の紹介だけだと寂しいよね。なんか中途半端に買ってきたやつ。あ、ムービングパーツとさ、マジョレットこれ開けたいんで、これ。今回の色もどんな感じかなと思って見たいんで、これ4台開けましょうか。ムービングパーツ3台とマジョレットのね、新色なんですけど、あとブルーバードは届き次第で、マッチボックスは色終わってから、グランツーリスも届き次第ですね。じゃあどれから行きましょうかね。あ、これから開けたいや。マジョレット EV モデル。今月の頭の方に出てると思うんですけど、なかなかね、お菓子売り場の方に入荷しなくて、トイザラスさんは先週ぐらい入荷になってたところが多いのかな。ボルボ V90 の新色ですね。赤がね、ちょっと、うわ、ムラがある。うわ、なんだこの点。見えます？あ、真っ赤ですね。いいね。このキャスト好きなんですよ。買って。でもさ、やっぱ、マジョレットも別に可動箇所、ギミックの箇所、色が違うとかないですね。あと、取り立てて担保に変化があるとか、そういうこともないんで、
カラバリとしてね、いいかな。うん、なんだろう、これ。カラバリとして買ったのに、これは嫌だな。やっぱかっこいいよね。かっこいいよね。おすすめっすね。結構ね、これがなくなってるお店もあったんで、私効果かな。私が押してるからね。これほんといい車両っすね。っていうか、EV、まあいいや。で、ムービングパーツ行きましょうか。これもう、どうやって開けてます皆さんね、これ。もう私もビリッとやって、もうパッケージ捨ててるわ。戻せないからね、どの道。で、こちらが 1173BMWCSL3.0。これね、ちょっと、いいなとは思ったけど、あれっすね、グランツーリスモの方になんか同じようなやつ入ってるから比べたいなと思って。これ、ニューモデル?ニューなんだ。え、ムービングパーツもこんな風になった。これ、あ、そうだ、押したらいいんだ。よいしょ。あ、かっこいいっすね。かっこいいっすね。タンポも細かい。バッチリ決まってますね。色がオレンジ色で、ああ、なるほど。70年代っぽい感じで。いいっすね。ホイールが5本、これタイヤでかいね。でね、多分ここが開く。あ、どう?こっちか、こっち向き。ちょこっとだね。ちょこっと開くぐらい。で、中は、少し作ってある感じで。で、ボディカラットの差異はない。ないない。これ完璧っすね。あ、これはね、2個入ってんのかな?確か1箱に。結構、お店の方に在庫あると思うんで。あ、これいいね。あ、いいっす、いいっす。あ、買ってよかった、これ。さすが、俺の勘。でも、店頭で見てかっこいいなと思ったんですよ。いや、いいっすね。あ、たまらん。あ、これいい。あ、これいいっすね。買ってよかった。多分、ムービングパーツは結構バースデーさんにも入ってんのかな。見かけたらどうですかね。あ、これおすすめっすね、本当に。私がムービングパーツでこんなにおすすめすることって初めてじゃないかしらってぐらい。あ、これいいっすね。で、お次がポルシェ 356A。これもニューなんだ。ニューモデルかな。なんか、古そうなポルシェだったんで買ってみました。これも、なんかいい色だねって店頭でも言ってたけど、いいお色ですね。これはどこが、あ、白が開くのか。よいしょ。真っ白ですね。真っ白。ちょっとゴミがすごいぞ。だって、なんせ、ね、これカバーしてないからさ、入り込むような。ここが開いちゃう。え、どうやって開く?こんな感じなんですけど、ちょっと白飛びやすいな。ちょっと暗くしてみたけど、どうですかね。はい、で、可動箇所が、若干色違うね、ボディカラーと。ボディカラーの方が、ちょっと黄色入ってるかなと。すごいね、ゴミが。感じですけど、こっち、何?ボンネットって言ってんの?これって何て言っていいの?後ろにある場合は、真っ白なんですよ。ちょっと違和感はありますね。なんでや?なんでいつもそうな?で、内装が赤でいいっすね。ああ、いいね。ゴミ、すごいゴミが、本当に。で、なんで書いてある?わかんないですね。読めないですね。これも1台はあっていいんじゃないですかね。うん、強烈におすすめって感じでもないけどね。で、こちらがシェビータホですね。これ、なんか、色が綺麗な感じがしたんでね。買ってみました。ビリビリ破っちゃいますよ。よいしょ。硬いのよ。で、ここ、これはボンと開くね。あ、ちょっと彩色あるね。あ、これ前も出てたっけ?ニューとか書いてないから出てたのかな?カーがね、ボディカラーとの差異はないですね、ボンネット。ないけど、こう、チリがあってないですね。隙間がすごいあって。他はやっぱいいの。でかいよね。マジョレットレベルにでかい。ほら。マジョレットのスケール当てにならないけど、これ61分の1だって。でも、あれだよね、グリーンライトとかで出たらもっとでかいもん。で、超でかいですもんね。タホ。ああ、これいいね。いいですね。赤がやっぱ綺麗ですね。発色がいい赤で、ワインレッドっぽい感じで。うん。これも残ってたっていうか、ムービングパスほとんど残ってましたけどね。あ、これ、いいね。
この2種、まあ、ポルシェも良かったね。じゃあすいません、ちょっと中途半端な感じで開封しちゃったんですけど、ムービングパーツどうしようかな。今回ちょっとパスしちゃったけど、残りの車種も気になってきたな。買うかな、どうすかな。なんか、この3車種以外買った人、ぜひね、教えてくださいね。良かったよとかね。教えてください。あと、これ、やっぱいいね。増車っていう感じじゃないけど、もう今、増車なんかできないからね、なかなかね。ただ、箱で買った方は2個とか入ってるのかな、確か。うん、これいいね。あとなんだっけ、アウディ、アバント、RS とか、よくね、入ってるやつが入ってたような気がするけど。これマジレット、これ。これ、ボルボーちゃんはね、なかなかいいんで、本当におすすめですね。これとこれ、買っとけ買っとけこれ、この2種はね、今日開封した中では。あとお金に余裕があればね、タフォなんかも、いいっすね。でかくていいよね。こんなにでっかいのなかなか、ホットイルでも出ないですもんね。じゃあ今日はすいません。すごく中途半端な感じだったんですけど、こんな感じでお送りいたしました。また多分、今から1個じゃないかな、アマゾンさん荷物が何個か届くと思うんで、またね、届いたら開封してね、感想なり、公開させていただきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いつ届くのかな？ちょっと今週遅いなぁ。はい。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。